先生。いやはや先生はすごい熊ね。熊は全くもって感動した。こんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかる熊。もしかしてこの世界に入ってくれたのも先生の力熊か。ふむ、やっぱりそう熊か。こらすごい熊ね。んだ、陽介もそう思うだろ。何急に俺だけタメ口になってんだ。調子乗んな。はい。まあでもお前のバックアップもなかなかだった。ちょっとだけ見直したぞクマ。え、そうクマ。よし、お前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃん。操作再開、頑張っていこうぜ。にしてもここで一体先輩に何があったんだろうな。ジュネスなんて潰れればいいのに。ジュネスのせいで。なんだよこれ。そういえば小西さんちのサキちゃん、ジュネスでバイトしてるんですってよ。まあ、お家が大変だって時にね。ジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないって言うし。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんてご主人も苦労するわね。困った子よね。おいクマ、ここはここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか。クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめ。またか。何度言えば分かるんだ、サキ。これ、先輩の親父さんの声か。お前は近所からどう言われてるか知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として恥ずかしくないのか。金か、それとも男か。よりによってあんな店でバイトなんかしちゃって。なんだよこれ。バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。これ、前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ずっと言えなかった。この声、先輩。私、ずっと花ちゃんのこと。え、俺のこと？うざいと思ってた。仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに。勘違いして盛り上がって本当うざい。うざい？ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も、怒鳴る親も、好き勝手言う近所の人も、全部なくなればいい。嘘だよ、こんなのさ。先輩は、
そんな人じゃないだろう。悲しいな、かわいそうだな俺。えだ、何をかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、陽介が二人クマ。お前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。な、何言ってる。違う、俺はお前が孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんね。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。野田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれるって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う。お前何なんだ、誰なんだよ。言ったろ、俺はお前の影、全部お見通しだってな。ふざけんな、お前なんか知らない。お前なんか俺じゃない。俺じゃない。 お前は俺じゃない。ふん、ああそうさ、俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。真なる我、退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。邪魔だ。目障り。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろ。危険を感じたら防御するクマ。
ス舐めやがって。ペルソナ、むずいな。分かってたけど、みっともねえし、どうしようもなくて認めた。お前が俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってこと。聞こえ、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとうざいと、これ以上めってくらい盛大に振られたぜ。ったく、お前がいてくれて助かったよ。ありがとう。なあクマ、もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思うクマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたものクマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまうクマ。それが街で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。疲れてるクマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃないクマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそうクマ。一旦戻るクマね。なあクマ、お前ここが現実だって言ってたよな。さっきの商店街、それに前に見たあの妙な、あれは死んだ二人がこっちへ入った後で、二人、つまり二人が入ったせいであんな場所ができたのか。今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマ。霧は
時々晴れるクマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えたクマ。つまりだ、先輩や山のアナはこんなとこに放り込まれて出られずにさまよって、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を、そういうことなんだな。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。間違いないと思うクマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。くそ、先輩たちたった一人でこんな場所に、なのに誰も先輩たちを。陽介、二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマ。なのに僕らさっきは襲われたクマ。シャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵とみなしてるのかも。危険だけど、でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。俺らならこの先また誰かが放り込まれても、その人を消えちまう前に俺じ。とにかくここに人を入れてる犯人を捕まえて。やっ、そうか、ようやく少しは状況が分かってきたぜ。あのさ、シャドウが人から生まれるなら、お前自分の生まれも知らねえのかよ。この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことはちゅうか今まで考えたことなかった。マジかよ。つかそんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに。約束守ってくれるクマか。じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。もしそれがクマのいけない場所だったらどうしようもないクマ。以上。まあ大体な。じゃあ出口よろしくな。おーいっす、了解だクマ。さてと、まず向こうに店員とか来ちゃってないか確認。はいはい、行って行って行って。無理よな。だから最後無理に押すなっつのバカ。里中、うわ、どうしたんだよその顔。ああ、どうしたじゃないよ、ほんとバカ最悪。もう信じらんない、あんたら最低。ロープ切れちゃうし、どうしていいかわかんないし、心配したんだ、すっげえ心配したんだからね。
とだけ悪いことしたな。いや、やべえかな、これは。まあ、しゃあない。明日謝ろう。今日はもうヘトヘト。帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日、学校でな。あれ？あ、この格好驚いた？うちのお使いだったから。この町とか学校にはもう慣れた？本当？けど知らない場所に転校してくるって大変。私はこの町から出たことないから転校ってどんな気分かわからないけど。あ、私いつも帰り早いし、その知恵とかとはどう？そうなんだ、知恵いつも元気だからね。知恵ってね、すごく頼りになるの。私いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。また学校でね。お父さん、遅いな。では、今夜のトップニュース。稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや、被害者が遺体発見者であったことなどから、先の山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃とみられています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこな。うん、お父さん刑事だから忙しいのはしょうがないよね。サメ川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿、天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後、おかみが一線を知るとき、今はこちら、一人娘のユキコさんが代わりを務めています。言ってみれば、現役女子高生おかみといったところでしょうか。なんともこう、惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。すみません。私ですか？女子高生でおかみということですが。いえ、私は代役で。でも、後継ぐわけでしょ？っていうか、和服色っぽいね。男性客多いでしょ？つまんない。あ、お皿洗わなきゃ。